どうもこんにちは、ミティアストリームです、ありがとうございます。キーボードのすずさんとベースのあいちゃんとドラムのすなちとギターのまいさんと私ボーカルゆいです。そうですね、ちょっとメンバーのみんなに一回謝らないといけないことがあって、私今日朝1時間ぐらいスタジオで合わせしてちょっとやろうって話をしてたんですけど、ちょっと遅れてしまったんですね。遅れたというか言ってすらないんですね。笑いどころです。もっと笑ってください。本当にすいませんでした。目覚まし時計が壊れてたのと、スマホ のアラーム機能で起きれないのと、親に言ったのに起こしてもらえなかったことです。言い訳はい、すいませんでした。なので今回ミスをしたら全部私のせいになります。あとその時にやったした状態は私が出すらしいです。まあということでね、まあちょっとこのメソメソしてても仕方がないって私が言うのもなんですけども、次の曲いきたいなと思います。いいですか？じゃあちょっとね、盛り上がっていきましょう。足元に消えてゆく
言いましたね。はい、ね、ちょっとここにはちょっとね、前なんかどっかのライブで、ちょっとそこをタッタタってやったら、タッタタってやってねって来たんですよ。そしたらなんかちょっと不満がみんな溢れたみたいで、ちょっと声出してみたいな人がめっちゃいるみたいなんで、ちょっと勇気が出ない人と、あと曲を知らない人は、私がタッタタってやったら、もうどうしても声出したいみたいな人はもう、あ、いるんだ、はい、じゃあいるらしいんで、ね、めっちゃいるみたいです。なんかよくわかんないけど、はい、なのでちょっと言っちゃって大丈夫なんです。いきましょう。ありがとうございました。楽しかったですね。もうちょっともう終わりモードです。私はちょっとお茶だけ飲まして、よし、まあここら辺りでちょっと次の曲のなんかちょっと思い出みたいな感じなんですけど、結構ね次の曲が知ってる人と知らない人すごい分かれるみたいな曲なんですよ。でもなんか知らない人でもなんか結構盛り上がれるみたいで、なんか盛り上がってもらったりたくさんして、なんかね、多分今までやった曲の中で一番思い出深いんじゃない？うん、やっぱそうだよね。そう、そんな感じの曲なんでね、盛り上がってもらえると嬉しいです。私何回か多分ジャンプするんですけど、なんとなく多分ジャンプするタイミング分かってくるから、あ、1回しかジャンプしない？ちょっと待って、分かんない。まあちょっとその曖昧な感じなんですけども、ね、ちょっと飛び跳ねちゃったりしてちょっと楽しんでください。いっちゃいますか？大丈夫？よし、じゃあラストの曲いきます。バートシンドロームさんのコピーでフェニックス。爪痕が残るくらい拳を固く握りしめ、傷を取れ羽ばたかう人生が待って
のように今度を